アレクサンドロス一世は、ギリシャの国王。ギリシャ王大使、コンスタンティノスとその妻ドイツ王女、プロイセン王女ソフィアの次男として、アテネ郊外の夏のリキュータトイ宮殿で生まれた。父方の祖父母は、ギリシャ国王ゲオルギオス一世と、王妃、オリガ・コンスタンティノブナ。母方の祖父母は、ドイツ皇帝フリードリヒ三世と、皇后・ビクトリア。幼少期、彼は、両親とに、 祖母ヴィクトリアが住むクロンベルク城を何度も訪れており、特に可愛がられた。すぐ下の妹エレーニとは、特に親しく、対して真面目で資料深い兄ゲオルギオスといたずら好きで、社交的なアレクサンドロスは、共通点を持たず、疎遠だった。1917年、第一次世界大戦への参戦をめぐって、国王コンスタンティノス一世とベニゼロス首相の意見が、対立した。 共商国側での参戦を求めるベニゼロスは、フランスイギリス両国の軍隊が、北部のテッサロニキに上陸したのを機に政権を樹立し、アテネ政府と対立した。1917年に、コンスタンティノス一世は、王太子ゲオルギオスとギリシャを離れて亡命した。代わってアレクサンドロスが、国王に擁立されたが、政治的実権は与えられなかった。1919年11月4日、 アレクサンドロスは平民の娘アスパシア・マノスと結婚、駆け落ちするというスキャンダルが巻き起こった。イギリス国王ジョージ5世の娘メアリーとの結婚を望んでいたベニゼロスは激怒したが、二人はパリへと向かい、結婚が合法とみなされるまでギリシャへは戻らなかった。1920年10月2日、ペットの猿に噛まれて、破傷風にかかり、10月25日に、 アテネで放御した。大いには父コンスタンティノス一世が福井した。死後に唯一の子アレクサンドラが誕生した。アレクサンドラは後にユーゴスラビア国王ペータル2世と結婚した。ありがとうございます。